これはそのまま行こう。よい。拾えるね。いっぱい落ちてる。ちょっとお腹すいたんで、とりあえずこちらの方ね食べていきたいと思います。お湯もちゃんとねお家で沸かしてきていますので、ちょっと食べてからテント張ろうかなと思います。よし、やっぱお湯沸かしてくると便利ですね。ラーメンもすぐ食べれるし、コーヒーもね、ディップスタイルのものをお湯を足しました。来るときにいつも持ってきてるんですけど、追加しました。いただきます。あ、おやつ買ってくの忘れた。少しだけ持ってるんですけどね。おいしい。あんまり多いとお腹いっぱいになっちゃうからちょうどいいですよね。寒いからね、あったかいのが欲しかった。このテントの正解が分からんけど、まあ寝るのはね車なんで良いでしょう。虫除けスプレー、撥水しとこう。キャンプを始めていきたいと思います。まずはオイルを入れるところから。あ、これオイルいっぱい入ってる。このねマッチケースをいっぱい出したから、それの撮影をしてたんですね。オイルはね染みてると思うので、オッケー。とりあえずさ乾杯しません？はい、水曜日の猫乾杯。
竹に移ればね。こうやっていっぱい落ちてるとありがたいですね。ガンガン燃やせるのいいよね。この焚き火台はさ、自動車メーカーの作った焚き火台だからさ、もうちょっとやそっとじゃ壊れないのよ。だからもう何年も使ってるけどね、めちゃめちゃいいです。いや、いっぱいこうやって燃やせるの気持ちがいいですね。最高だわ。ここに無洗米、モノサ会長がくれた無洗米を入れます。で、これのありがたいのは、お水を、お米を取り出してここの町まで入れると1合分のお水が測れるそうです。これ何個か食べてるけど初めて気がつきました。なんかそういうさ、親切な商品って好きだよ私。ギャッ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 、めちゃめちゃこぼしてる。よいしょ。なんかちょっと感覚になってしまうんだけど、はい、これで20分くらい置いときます。今日はね、おつまみをいくつか買ってきたのでご紹介しますね。牛ハラミ、これがメインでございます。お米と一緒に食べます。味付けです。味付きです。そしてタンスモーク、美味しそうですね。タコワサ、こちらがトンミのネギ塩です。豚の内臓肉です。そしてこれ買ってみました。あんまり普段ウイスキー飲まないんです。あ、ブランデーですね。ブランデーとかね、よく分かっていないんですけど、これね、ウッドチップが入ってる、アルコール35度以上の蒸留酒をボトルに入れて8週間ほど熟成させる、だって。ということは最大2ヶ月ですね。じゃあ今日作って2ヶ月後にキャンプに飲む楽しみを作るって感じです。これにちょっとなんか量合わなかったんじゃない、これを入れようかなと思ってます。作りましょう。はい、それではね、作っていきたいと思います。こちらに このサイズだとね、半分でした。ちょっと濃いのができるのかな。これで、てかそもそもの味をよく分かってない。あ、いい香りする。フルーティーな香りがしますね。じゃあこれをね、閉じておきます。はい、また2ヶ月後にみんなで飲みましょう。みんな静かでいいですね。あったかいわ。
なんかずっと寒かったけど焚き火はやっぱあったかいね。豚の内臓肉食べたことあるかな。あんまりないよね。これそのまま食べていいんだよね。いただきます。うん、あっさりしてますね。あ、おいしい。軟骨みたいにコリコリしています。スモークサーモン、スモークタン、レモンが効いててネギも効いてて美味しい。これはねビールで大正解。しかもこの水曜日の猫って美味しいんだね。え、すごい美味しい。美味しいね。たこわさ、うん、最高。じゃあちょっとお米欲しいんで炊きたいと思います。あ、疲れる。疲れる。でもいい薪ができた。これはそのまま行こう。よい。小枝はすぐ燃えるので油断するとこんな感じにすぐなっちゃいます。どんどん足していかないとね。そして足すとまたすぐに燃え始める。はい、こちらはねあと5分くらいでしょうか。もうちょっと強くするか。普段土鍋で鍛えてるので多分美味しく炊けますよ。そしてこの光の前にウイスキーを置くとすごくおしゃれになることが分かりました。いいですね。これからウイスキー飲もうかなお酒も美味しいし幸せだな。いただきます。
なんかこういうがっつりご飯、あ、まあお米炊いてますけど、ご飯もいいけど、つまみって最高だよね。あったかい。もうすぐ炊けますね。あと30秒くらいです。小枝がさ、長いとさ、すぐにこうやってパラパラ落ちてきちゃうね。燃えるのも早いし、こうずっと世話する感じが楽しいですよね。はい、お米を炊きました。15分ほど蒸らします。その間に飲みます。大変大変、めっちゃ切ったよ。さて、お米を見てみましょう。